こんにちは、講談社販売部の、前田です。私が、おすすめしたい、他社さんの、本は、横山秀夫さんのゴーストライト、です。もともと学生時代に、半落ちを読んで、まあ、クライマーズハイを読んで、横山秀夫さんの本はすごく好きだったんですけども、この本も久々に6年ぶりということで、即買いしました。でやっぱり読んでいて横山さんだなっていうふうに思いました。横山さん の, 本というのはすごく僕は大きな特徴があると思っていて、大体主人公がうまくいっていない人が多い、まあ大体心に傷を持っていると。3歩進んで2歩下がるっていうふうに言うと、最初から2歩下がっている、そこからいかにこう進むかみたいなものが横山さんの作品で結構共通している部分だと思うんですけど、この作品もそういうようなところがある。主人公は建築士の青瀬っていう、青瀬実っていうのが主人公なんですけども、やっぱりちょっと仕事がうまくいってないところで家庭崩壊してしまって、でその中でもなんとか立ち上がろうとして、まあ本当に自分にとってはもう、納得のいく家を建築したんですね。で建築したんだけど、ある日突然その家の家主さんと、連絡が取れなくなった。普通なんかいい関係を結ばれてるんですけど、連絡が取れなくなった。どうもその家はもぬけの殻らしい、行ってみたら実際にもぬけの殻だった。なぜだっていうところから、物語がスタートします。で本当に横山さんって人間の、ありのままというか人間というものを描くので、読んでいてとても本当に感情移入しすぎてしまって、まるで本当に溺れてしまうような苦しさを、味わうことになります。この作品もそうでした。でも、その中にある本当に一つの光のようなものを求めているという、ところが本当に素晴らしくて、何度でも読みたくなる、作品かなというふうに、思います。この作品も、そうでした。ぜひ、おすすめです。横山秀夫ミステリー、ノースライト、横山ファンだったら満足できる、作品かなと思います。